でいいですかね。はい。これ1分ぐらいですけど。はい。で、これ多分まだ、見えてないと思うんで、はい、蓋を取ってないですよね。はい。今日ちょっと最初の初めての担当だったんですけど、はい、どうですかね、カットしてもみて。あ、すごいいい感じです。いい感じですか。はい、なんか細かいとこまでやってくれて、はい、よかったです。はい、結構今回は毛先の量を取らないで、はい、中間の量だけ取りたいってことだったんで、はい、テイクセニングっていう裏技を使ったんですけれども、普通に削ぐと毛先の量がちょっと減っていってしまうと思うんですよね。はい、まあ、特殊なドライカットでちょっとやってみたんですけど、毛先の量は変わってないですよね。はい、で、このカットをすることによって、だいたい 0.5 等身ぐらい、バランスが良くなるのと、はい、あと頭がすごく小さくなるのと小顔効果が出るっていうのがこのテイクセニングのポイントなんですけど、はい、実際なんかちょっと雰囲気は変わりますよね。だいぶ変わりますね。顔の方に髪の毛がちょうどくる感じで、はい、すごいいいです。結構ここら辺違いますよね。はい、全然違いますね。自然にやったらこっちに来るんで、はい、そうすると首が細く見えるんですよね。はい、ここが髪の毛がこう、うん、セミロングの場合って、はい、はい、で、ここら辺も全部癖をちょっとまあ抑えるっていうか、ちょっとくせ毛、少しくせ毛だったので、はい、それを、大きいハサミでちょっと枝毛を取っていったんですけど、結構それもツヤ感が出たのかなと思いますね。はい、だいぶ、まあ、ちょっと癖も生かしつつ、スタイリングもできるかなという感じにちょっと仕上げてみたんですけど、はい、大丈夫ですかね。はい、なんとか、はい、長持ちする感じで、はい、昨日もかなり、昨日の方の方が遠かったんですけど、はい、今日も結構遠くから来ていただいたので、そうですよね。はい、高速乗って来ていただいたのでありがとうございます。はい。はい、ということで、とりあえずいい感じになったんではないかな。はい、この辺の、はい、細さが、ここがすごく小さくなるんで、はい、身長も高くなりますし、はい、バランスはいいんではないかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。